待の星たち。今日はスピリタンゴカルテットの演奏でタンゴの名曲をお送りします。まずスピリタンゴカルテットについてご紹介しましょう。このカルテットはバイオリン、ピアノ、コントラバス、アコーディオンという4つの楽器で構成されています。グループの結成は2010年、メンバーは当時パリ国立高等音楽院に在籍していたフランスの4人の演奏家たちです。バイオリンのファニー・ガロワ・ステファネッリは1990年生まれ、2009年にパリ国立高等音楽院に入学し、オリビエ・シャルリエに師事しています。バロック、古典派から現代音楽まで幅広く演奏していますが、近年はアルゼンチンタンゴの演奏に力を入れています。ピアノはファニー・アズーロ。アズーロは1986年生まれ、パリ国立高等音楽院でデニス・パスカルに師事しました。2014年にリリースされた演奏録音ではラフマニノフをはじめとするロシアの作曲家たちの作品を取り上げています。コントラバスのブノワ・レベスクは1986年生まれ、ニコラス・シャロンに師事して研鑽を積み、現在はモンペリエ国立管弦楽団のコントラバス奏者を務めながら室内楽奏者としても活動しています。アコーディオンはトマ・シェダール。シェダールは1986年生まれ、2008年にパリ国立高等音楽院に入学し、マックス・ボネの下でアコーディオンを学びました。現代の作曲家が書いたアコーディオンのための作品を幅広く取り上げて演奏活動を行っています。今日お送りするのは2017年5月21日にスイス・ジュネーブのアンセルメスタジオで行われた演奏会です。
Thank you.
ピアソラ作曲乾杯、五重奏のためのコンチェルト、サメ。以上3曲をスピリタンゴカルテットの演奏でお送りしました。ベストオブクラシック、今日は2017年5月21日にスイスジュネーブのアンセルメスタジオで行われたスピリタンゴカルテットの公演をお送りしています。次は再びピアソラの作品が2曲演奏されました。1曲目は悪魔のロマンス。甘く、そしてどこか哀愁が漂う旋律に思わずうっとり引き込まれてしまう名曲です。2曲目はリベルタンゴ。この曲は1974年ピアソラがアルゼンチンからイタリアに移住した直後に作った曲です。曲名は自由を意味するリベルタとタンゴを結びつけて生み出された造語です。なおスピリタンゴカルテットの演奏ではコントラバス奏者が時折楽器の胴体を手で叩いてパーカッションの効果を引き出しています。それではピアソラ作曲悪魔のロマンス、リベルタンゴ、2曲続けてどうぞ。Thank you.
ピアソラ作曲、悪魔のロマンス、リベルタンゴ。演奏はスピリタンゴカルテットでした。フランスの四重奏団スピリタンゴカルテットの演奏会、次は再びピアソラの2つの作品です。1曲目はラ・カモッラ第3番。全体的に攻撃的なトーンが強い曲です。2曲目はタンガータ。この曲は1969年に作られたバレエ組曲タンガータの終曲です。ゆったりとしたテンポの曲ですが、情熱的なクライマックスに向けて徐々に盛り上がっていきます。それではピアソラ作曲、ラ・カモッラ第3番、タンガータ、スピリタンゴカルテットの演奏でどうぞ。Thank you.
ピアソラ作曲、ラ・カモッラ第3番タンガータ、2曲続けてお送りしました。ベスト・オブ・クラシック、今日は2017年5月21日にスイス・ジュネーブのアンセルムスタジオで行われたスピリタンゴカルテットの演奏会をお送りしています。次に演奏された4曲です。1曲目は1972年生まれの作曲家ルイス・カルアーナの作品、朝のミロンガ。シンコペーションのリズムに乗って演奏される軽快な音楽です。2曲目はピアソラ作曲孤独、これはバレエ組曲タンガータの中の1曲です。この組曲には風と水の精という副題がついています。孤独という曲にはこの副題のイメージとぴったり重なるようなふわふわとした浮遊感があります。3曲目は再びカルアーナの作品アバンドネアード。今回の公演ではこの曲の演奏中にマラカスの効果音やフォルテという掛け声が入っています。4曲目はラミロ・ガジョ作曲エルスール。ガジョは1966年生まれの作曲家でバイオリン奏者としても活躍しています。この曲はアルゼンチンの作家ボルヘスが書いたエルスール、すなわち南部というタイトルの短編小説にインスピレーションを得てガジョが作った曲です。それではカルアーナ作曲朝のミロンガ、ピアソラ作曲孤独、カルアーナ作曲アバンドネアード、ラミロガジョ作曲エルスール、以上4曲を続けてどうぞ。
カルアーナ作曲朝のミロンガ、ピアソラ作曲孤独、カルアーナ作曲アバンドネアード、ラミロガジョ作曲エルスール、演奏はスピリタンゴカルテットでした。次は公演の最後に演奏された2曲です。1曲目はリネツキー作曲シャリー。アンドレス・リネツキーは1974年生まれ、ブエノスアイレス出身の作曲家です。曲名のシャリーはリネツキーの友人であるバンドネオン奏者のニックネームです。2曲目はゼキーニャ・アブレウが1943年に作曲したティコティコ。ティコティコはスズメに似た南米の小鳥です。この曲はブラジルの歌手カルメン・ミランダが歌ったのがきっかけで世界的に知られるようになりました。それではリネツキー作曲シャリー、アブレウ作曲ティコティコ、演奏はスピリタンゴカルテットです。
リネツキン作曲シャリー、アブレウ作曲ティコティコ、演奏はスピリタンゴカルテットでした。ベストオブクラシック、今日ここまでは2017年5月21日にスイスジュネーブのアンセルメスタジオで行われたスピリタンゴカルテットの演奏会をお送りしました。まだ少し時間がありますので、 CD でピアサラの作品を一曲お送りしましょう。ピアソラ作曲ミロンガロカ、演奏はバンドネオンアストル・ピアソラ、ピアノパブロ・シーグレル、コントラバスエクトル・コンソーレ、バイオリンフェルナンド・スアレス・パス、ギターオラシオ・マルビシーノです。ピアソラ作曲ミロンガロカ、演奏はバンドネオンアストルピアソラ、ピアノパブロシーグレル、コントラバスエクトルコンソーレ、バイオリンフェルナンドスアレスパス、ギターオラシオマルビシーノ、 CD でお送りしました。期待の星たちと題してお送りしている今週のベストオブクラシック、3回目の今日は2017年5月21日にスイスジュネーブのアンセルメスタジオで行われたスピリタンゴカルテットの演奏会をお送りしました。
講演の録音はスイス放送協会でした。明日のこの時間はハープ奏者エリーザ・ネッツァーのリサイタルをお送りします。どうぞお楽しみに。